腹減った。もう死ぬ。職を失い、家も失い、ふらふら街をさまようこと数日。この令和の時代に本気で餓死しそうになっているのは俺ぐらいだろう。俺の名前は田中。数ヶ月前、仕事なんてすぐに見つかるだろう。と、スパッと辞めたのはいいけれど、全くもって次の仕事が見つからない。そうこうするうちに貯金も家もなくなってしまった。ああ、こんなはずじゃなかった。やばい。本気でやばい。島で覚悟し始めたその時、ぼやけた視界の先に手招きする怪しげなじいさんが見えた。ついに死神のお迎えが来たのか。死神でも何でもいい。俺を助けてくれ。俺は手招きする方にふらふら歩いていった。死神のじいさん、パンと水を差し出していった。これでも食べろ。金がないんだろ。いい仕事を紹介してやる。は？最近の死神は仕事の斡旋までするのか？バカか？死神ではないわい。パンと水にかぶりつき、生き返った俺は、改めてじいさんを見たら、どうやら死神ではないらしい。とっても高収入な仕事。やってみるかい。じいさんはにやりと笑った。怪しい。絶対に怪しい。そして俺は、はっ！とひらめいた。もしかして、もしかして、マグロ漁船に乗せられるとか？こういうシチュエーションで怪しい高収入バイトと言ったら、マグロ漁船と相場が決まっている。するとじいさん、大げさに、やれやれ、と手のひらを上に上げるポーズをとった。甘い！バカだね。今時マグロ漁船は稼げないの。一昔前は、一度海に出ると、1000万円は稼げたんだけど、今はその半分の500万。マグロ漁船も人件費削減の方向でね、外国人労働者に頼っているのが現状なのさ。外国人の500万円は大金だろ。だからマグロ漁船に乗る。日本人はその金じゃ乗ろうとはしないだろう。年収500万円じゃん。それなら俺乗ってもいいかも。俺は身を乗り出した。だから最後まで聞けって。マグロ漁船ってのは、過酷な労働なんだ。替え縄を仕掛けるのにかかる時間は、5時間以上。さらに仕掛けた替え縄を回収するのにかかる時間は、なんと、10時間以上。つまり、1日の労働時間は、15時間以上が当たり前だ。当たり前だが、豪華客船のような快適な船ではなく、一歩間違えば海に追い出されるような船だ。そんな船の上で労働時間も長い割に楽しみも何もない海の上という環境が1年以上続くんだと。そこで年収500万円、よーく考えろ。いや、それでも今の現状からするといいんじゃない？そう思うのだが、いや、待てよ。じいさん、いい仕事があるって言ったよな。お、やっと気づいたか。じいさんは、にやりと笑う。かなり怪しいこのじいさん。まさかとは思うが、マグロ漁船よりももっと稼げるやばい仕事か？俺は恐る恐る聞いてみた。大当たり。察しがいいね。じいさんはにやりと笑う。3ヶ月で1500万円。年収だと1億以上稼げる。じいさん、とんでもない数字を出してきた。俺は、ごくっと唾を飲みながら、恐る恐る聞いてみた。それって、生きて帰ってこれればの話だよな。正解。いやいや、そんなに稼げる仕事は怪しいし、やばい仕事に決まっている。犯罪系か？カニ漁船。じいさんは一言つぶやいた。え？
カニ漁船？意外だった。犯罪系ではないのか？しかも、カニ？マグロよりもよっぽど楽なんじゃ。今、マグロよりも楽だと思っただろう。とんでもない。漁場は、アラスカと東シベリアの間にあるベーリング海峡。ここは低気圧の墓場と呼ばれ、カニ漁全盛の時期、気温はマイナス10度。どんな貴重なものでも、3分で説明するという世界は、どう危険な海域だ。実際死んでしまう奴も多い。でもよく考えてる。働く人よりも、一攫千金を狙う。1年後も取ってくれたら、お前は億万長者か。なるほど。このじいさん、俺みたいな餓死寸前の若者相手にカニ漁船の斡旋をしているのか。どの道、このままじゃ死んでしまうし、もともと俺はちまちま働くのは性に合わない。ここはこの怪しいじいさんに乗って一攫千金を狙ってみるか。戻ってきたら億万長者だ。よし、その話乗った。ものはそうでなくてはな。じいさんはにやりと笑う。このじいさんが死神になるのか、幸運の福の神になるのかは、まさに俺次第ってわけだ。